CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。9月の28日月曜日、今日のキューティーの御言葉を分かち合っていきたいと思います。タイトルは、遅いように見えても御言葉は必ず成就します。聖書の箇所はエゼキエル書12章の17節から28節までです。さあ、今日のこのところはですね、本当に神様が御言葉を与えてくださっています。しかもこの御言葉はですね、私たちにいつも語りかけてくださってるんですけど、時々私たちの心は本当なのかなというふうにですね、疑ってしまうことがあります。これに対して神様は本当ですよと言ってくださっています。さあ、私たちはこのことに対してどのように受け取っていくでしょうか。エゼキエル書12章17節から28節。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、震えながらあなたのパンを食べ、おののきながらこわごわあなたの水を飲め。この地の人々に言え、神である主はイスラエルの地のエルサレムの住民についてこう仰せられる。彼らは自分たちのパンをこわごわ食べ、自分たちの水を怯えながら飲むようになる。その地がそこに住むすべての者の暴虐のために痩せ衰えるからである。人の住んでいた町々が廃墟となり、その地が荒れ果てる。その時、あなた方は私が主であることを知ろう。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたがイスラエルの地について、日は伸ばされすべての幻は消え失せると言っているあのことわざはどういうことなのか。それゆえ神である主はこう仰せられると言え、私はあのことわざをやめさせる。それで彼らはイスラエルではもう繰り返してそれを言わなくなる。かえってその日は近づき、すべての幻は実現すると彼らに告げよう。もう虚しい幻も、へつらいの占いも、ことごとくイスラエルの家からなくなるからだ。それは主である私が語り、私が語ったことを実現し、決して伸ばさないからだ。反逆の家よ、あなたが生きているうちに私は言ったことを成就する。神である主の御告げ。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、今イスラエルの家は言っている。彼が見ている幻はずっと後のことについてであり、遥か遠い将来について予言しているのだ。それゆえ彼らに言え、神である主はこう仰せられる。私が言ったことはすべてもう伸びることはなく、必ず成就する。神である主の御告げ。それでは本文から分かち合いをしていきたいと思います。もうエゼキエル書の私大好きなこの書き出しなんですけれども、ついで私に次のような主の言葉があったということですね。皆さんの人生の中にどのようにしたら自信が生まれるかなというふうなことを思うんですけれども、これは私の考えたことなんだけれどもというふうに考えていると、時々ちょっと自信がなくなる時があるんですね。ところがですね、これはもう本当に全知万物を作られた神様がね言って
ておられることですよって私の中に真理が溢れているとですね、自分の中に何かエネルギーが湧いてくるように自信を持って伝えることができます。この私も牧師なんですが、メッセージを伝えるときにですね、神様が今日は今週はね、豊かに私にこう語ってくださったなと思う、そういう習慣っていうのがですね結構ありますね。でそういう時はですね、もう本当に自信に溢れてですね、恵み豊かに語れる時がありますよ。もちろんですね、自信がない時もですね、恵み豊かな時よりもですね、先生今日のメッセージは恵まれましたよねとかって、あれとか思う時もあるんですけど、やっぱり神様の御言葉をとにかく伝えるっていうことがですね、何よりも大切なことなんです。私たちが自信があろうがなかろうが、この御言葉をただ伝えるっていうことにエキサイティング、そしてここに命があるっていうことなんですね。皆さんこう御言葉にいつも期待感を持ってですね、こう臨んでおかれたらいいと思います。今日もね、素晴らしい御言葉になると思いますよ。期待を持っていますか？さあ、実際中身の方に入っていきたいと思いますが、いつもこの神様はエゼキエルに対して人の子よというふうに呼ばれながらこの話を進めていきます。18節にも人の子よというふうに始めて、まあいろんなパンや水を食べたり飲んだりしなさいということが書かれるんですけれども、恐る恐るなんか怖がって食べなさいというふうにことを言うわけなんですね。19節20節もですね、まあどういうことかっていうと、それはですね、まあいずれあなたたちは支配されるようなものになる、国は滅びますよ、そういうようなことがですね、こう語られるわけなんですね。何かいつもですね、先週のこの昨日ですね、まあ昨日の箇所になりますけれども、神様はね、エゼキエルを何か愛されていてですね、まあちょっとありていなこの世俗的な言葉で言うと、愛されるあまりね、いじられますね。こういうふうにいじってくるんですよ。最初何か象徴的な出来事をですね、させるんですね。それは民たちがこれは何だろうというふうに気づくためにそのようにするんですけれども、その後にですね、まあ、この21節以下にですね、まあ、解説の言葉をですね、神様エゼキエルに投げかけていくということをするんですね。なぜそういうふうにこわごわパンを食べ水を飲むのかということは、これから本当に自分たちはパンを食べる、自由にパンを食べる、自由に水を飲む、そういう自由も失われてですね、恐ろしいところを歩むんだということをですね、示唆しているわけなんですね。しかしそのこの苦しみの中でこそ、また民は私、つまり神様を知るということをがありますよということですね。ずっと神様のこのフォーカスはずっとこのエゼキエル書一緒ですね。私を知らなかったものが、いや知っていたけれども実は無視していたものが、私を本当に知るように、実際に気づくようになるということをですね、おっしゃっているんですね。さあ、このことに対して21節以下が神様ご自身からの言葉による解説になるわけなんですね。このイスラエルの地域にはこういう当時ことわざがあったようです。私もそのことわざがどこからの引用なのかはっきりとはあれわからないんですけれども、こういうことわざがあったようですね。日は伸ばされ全ての幻は消え失せる、こう22章にこう書いてあるわけですね。まあこのことわざはまあ簡単に言うとどういうことかなっていうふうにね、私たちの時代のコンテクストに対して考えてみると、まあ神様の裁きなんてない、神なんていないよ、いろいろな言葉があるけど、まあこれはね、いわゆる一つのなんていうんですか、例え話みたいなことで、結局道徳、私たちのいる現実が本当にまさしく現実的なんだ、現実的に生きるんだったらそれは迷信、私たちの今目の前にあるお金だとかね、目の前にある力だとか権力だとか、これが現実ですよね。そんな本当に正義は勝つとかね、まあ、そういうようなことはありませんよとね、悪が勝つことだってありますよ、ね、ですから現実を見ていきましょうよというような、ね、ことはなんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。しかしですね、23節こういうふうに、主は仰せられるわけですよ。そういうものはですね、もうこのやめさせると神様は言ってるわけです。一節だけ読みますけども、かえってそうではな、そういうものではなくて、かえってその日は近づき、すべての幻は実現すると、こういうふうに神様はおっしゃってるわけなんですね。つまり神様が私たちに与えられた予言、または本当にこの警告っていうものはその通りなりますよっていうことで、むしろその日は近づいてきていますよ、分かっていますかということをですね、はっきり言う、それは必ず来ますということですね。
まあ、私たちのこの今の新約の時代の人間にとってはですね、ああイエス様の再臨はありますかとか、罪の許しはありますか、気休めではなくてそれは本当に霊的なものとして現実的にあるものですよ、それが見えていますか、霊的な現実は皆さんは見ていますか、それは本当に今来ていますよ、救いはなったんですよ、2000年前の過去のおとぎ話ではなくて、その救いは今も皆さんの中に生きていて、それを皆さん受け取りますか、ね、必ずそれは実現しますよ、主の言葉は実現しますよ、救いも皆さんの中に実現しますよということをですね、はっきりと見る必要があるんですね。その日は近づいているんだということですね。さあ私たちはどういうふうにすれば主の日を近くに感じることができるんだろうかなということを考えるんです。主の日を近くに感じることができれば私たちはすべきことが見えるというわけです。逆に言うとですね、じゃあどういうふうにしたらいいかって、皆さん非常にね分かりやすい例えというか現実があるんですけれども、その確かに世の終わりというその裁きの日はすぐ来るかいつ来るかよく分かりませんけど、必ず来る裁きの時、皆さん個人レベルででは死ぬ時にその裁きというものがあるんではないかなというふうに思います。これは非常にリアルなことですね。皆さんが生きるか死ぬか、ね、その生死に関わる時、もしくは死期が迫ったと自分が感じる時、どうしても私たちは考えてしまう。死んだら私はどうなるか、大きな問題ですね。このことにイエス様は明確に答えを出しています。ね、あなたの魂はですね、イエス様が代わりに死んでくださったので、私たちの肉体は滅びるかもしれませんけど、あなたの本質、あなた自身、ただ肉体があって体があるのがあなたではありません。あなたの魂、あなたの霊は本当に主によって永遠の命を受けていけることができることを約束している、明確に約束している。こんなのは聖書ぐらいしかないですよ。分かりやすすぎるんですね。老人の人にですね、ね、悟りを開けば救われますよなんて言ってもね、ベッドで分からないんですよ。イエスの名を呼び求めれば、信じればあなた救われますよ、アーメンと言って、そのアーメンの言葉一つだけで世界が変わるわけです。あなたの人生変わるわけです。ギリギリセーフであろうが変わるわけですね。こんな明確で単純な神様の愛はないわけですね。このことを私たちが感じた時に、あなたは本当に天国に行く準備ができていますか、いうね、ことに答えることができます。いやいや私の人生はまだまだ若いから大丈夫、はっきりと言います。皆さんいつ死ぬかは分かりませんよ。今日あなたが健康であったとしても、突然心臓が止まってしまうかもしれません。今日元気に働いていても交通事故に遭うかもしれません。それは分からないことです。ですから本当に主の日は近づいているんだということを感じてください。しかしさらに26節から28節こういうことを書いてあります。神様はですね、これから先のこと、将来のことについて予言しているんだよということを考えています。しかし28節、それはでも必ず成就する。人の考えを超えて先のことかもしれませんけど、現実は現実で必ず起こります。皆さんが亡くなるときはちょっと先かもしれませんけれども、必ずこの御言葉は成就します。人の考え、人の知恵、ことわざっていうのは少し、まあ、先ほどあったことわざは、まあ、人の知恵、人の考え、しかしこれの特徴は短期的であり短絡的です。しかも真実ではない。そして最終的には人によって都合はいいけれども、本当にあなたを救いません。本当にあなたを救う言葉により頼みましょう。最後このところにテロップが流れたと思います。あなたにとって神様はリアルな存在ですか、現実的ですか。神様はあなたの人生に来ておられます。あなたは神様を毎日毎日の生活の中でおとぎ話とか例え話とか教訓だとか考えるのではなく、リアルな存在、生きている存在、あなたの命を生かしている存在として、ビシビシと近くに、主の日を近くに、主の存在を近くに感じていますか。もしそのことが分かって、今生かされているということが分かるならば、あなた今日何をしたらいいか分からない、決断に迷う、いいですか。神様を優先順位に置いてください。そうすると
すごく皆さんの頭、何をしなければいけなければ、生死が関わっているときに、生きるか死ぬかが関わっているときに、あなたは何を選択しますかということです。もちろん生きることを選択するべきですね。魂が生きることを選択するべきですね。神様を近くに感じましょう。そうすればリアルに感じることができれば、何をすればいいかが見えてくるんじゃないでしょうか。